ステファン・ジャン・マルク・サラザン11月2日隊は、フランスガール県バルジャック出身のレーシングドライバー。フォーミュラ1、世界ラリー選手権の参戦経験があり、現在は FIA 世界耐久選手権に参戦している。1993年、フランスフォーミュラルノに参戦、5位。翌年にはチャンピオンに輝く。百九十五年から百九十七年には、 フランス会3選手権に参戦し、それぞれ3位、9位、2位になった。1998年から2001年には国際会3選手権に参戦、6位、4位、4位、14位。1998年からはプロスト GP のテストドライバー、1999年から2001年までは第3ドライバーとして起用されていたが、 1999年、ブラジル GP では、ルカバドエルの代役として、ミナルディから出場。チームメイトのマルク・ジェネを上回る予選17位を記録したが、決勝では31周目にスピン、リタイアとなった。2001年まで、プロスト GP のサードドライバーを務めた後、トヨタのテストドライバーとして起用された。2004年、 フランス自動車協会の推薦で WRC にスバルインプレッサで参戦。ドイツ、フランス、スペインの参戦に出走し8ポイントを得てランキング11位となった。スバル時代2005年にはスバルのワークスチームに加入8戦に出走し6ポイント17位。2006年にもスバルのワークスチームからターマックを中心に4戦に出走し6ポイント18位。 2009年、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジに、プジョー 207S2000 でモンテカルロに出場。総合3位表彰台を獲得した。2010年、プジョーフランスからモンテカルロに参戦し4位入賞。さらに、第6戦イブルーにも急遽出場したがリタイアに終わる。前年と同じ体制で、モンテカルロに出場し2年連続で4位入賞を、果たした。 ヨーロッパラリー選手権として開催された地元、コルシカにミニジョン・クーパーワークス S2000 で出場。3位表彰台を獲得した。2014年にもコルシカに参戦し、優勝を挙げている。ヒュンダイアイ 20R5 のデビュー戦であるツールドコルスに、WRC2 から、スポット参戦した。また同年トヨタ WRC の開発ドライバーとしても活動した。 オレカと KCMG の支援を受けて自身のラリーチームであるサラザンモータースポーツを創設。WRC2 に自らマシンを買ってスポット参戦した。またオレカの開発する R4 キットカーのテストドライバーにも選ばれた。ラリーギガバイトからはヒュンダイの R5 マシンによる若手育成プログラムを委託されることが決まった。前年に引き続き、 自身のラリーチームから参戦。ヒュンダイアイ 20R5 でモンテカルロに出場。しかし、アクシデントが起こったためリタイアする。ヒュンダイアイ 20R5 でモンテカルロとドイツに出場。モンテカルロではトップ圏内に入るものの、ドイツではタイヤのパンクによりリタイアする。モンテカルロに出場するが、アクシデントが起こったためリタイアする。2012年に、 石浦博明がマシンテスト中にクラッシュし背中を痛めたことから、トヨタモータースポーツが急遽石浦の代役としてサラザンを起用 WEC やルマン24時間レースに出場するトヨタ TS-030 ハイブリッドのドライバーを務めた。石浦が怪我から回復した後も交代することはなく、2013年から2016年まで経験豊富なレギュラードライバーとして活躍。 マイク・コンウェイや小林・カムイらの引っ張り役となった。2017年はレギュラーからは外されたものの、三大体制となったトヨタで、スパとルマンに参戦した。スパとルマンともに三代目からの出走が予定されていたが、ルーキーのホセ・マリア・ロペスの未熟さからカムイと、コンウェイのカル・エースカーに復帰している。トヨタ LMP1 とジョイントしている、オレカとの関係も続いており、オレカレゴでは、 マシン開発も担当した。2006年7月27日28日、スーパー T GT GT300 クラスのクスコレーシングのインプレッサのテストを行うため、ツインリンクモテンギの合同テストに参加。27日のテスト終了後には、スバルの宇都宮工場を表敬訪問した。2014年より開催される新シリーズフォーミュラ E において、ベンチュリーフォーミュラ E チームより参戦。 第2期のロングビーチでは2位表彰台を獲得している。国際会3000選手権、会1ワールドシリーズバイ、日産フォーミュラーイールマンシリーズ、ヨーロピアン、ルマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権ロレックス、スポーツカーシリーズルマン24時間レースセブリング12時間レース。ありがとうございます。